はい、どうもです。ハードオフ大好き、ジャンク大好き、親父でございます。今日はね、親父お休みでして、ちょっとね、イオンさんの方に、お買い物に行ってきました。ミニカー買おうと思って。で、ミニカーはね、一応ね、新商品発売日ってことで行ったんですけど、いいのなくて買わなかったんですけども、帰りにね、ハードオフさんちょっと一軒寄ってきました。どうしようかなと思った、家から近いとこなんでね、どうしようかなと思ったまま、自分でもどっちか決めきれずに、なんか、気の向くまま、道の向くままと言いますか、行きやすい道をたどってて、で、結局そっちの方に行ったんでね、ハードオフじゃあもうせっかくだから一軒行ってこようかなと思ってね、ハードオフさん行ってきました。珍しくね、ハード関連が結構入荷してまして、例えば、ビータ。ビータがね、7700円。状態まずでしたね。で、ちょっとね、一番欲しいのがあって、それがね、ワンダースワンカラーのクリスタルブルー。一応起動しました。ゲームできました的なことが書いてあって、お値段がね、状態もちょっと良さそうでした。ケースの外から見たんでね、ガラスケースの外から見たんで、はっきり画面とかは見れてはいないんですけども、状態まずまずかなというところで、お値段がね、3300円。箱とかはないんですけども。で、これに関してはね、ちょっとこれ、普通のよりは安いなっていう認識はあったんですけども、どこまで安いかっていうのが分かんなかったんで、これに関してはちょっとね、お値段、駿河屋さんでね、ちょっと参考価格調べましたところ、4000円。買い取りで4000円ですよ。だから販売価格でいくと、8000円から1万円ぐらいするんじゃないかなっていうものだったんだけど、ちょっと恥ずかしながらお財布にね、3300円が入ってなかった。あるものを今回購入してきたものを買わなければ買えたんだけど、ちょっとね、お米も買いたいっていうのがあって、帰りがけにね。で、いいかなと思って。別、すごい欲しいってわけでもなかったし、安いのは安いんだけどね。コレクターとしては欲しいものではあったんだけど、今回ちょっとね、やめました。明日もし行く機会があれば、お家にはお金あるんでね、明日行く機会がもしあるようで、明日行って物があれば購入してくるかもしれないけど、多分あの値段だとね、売れちゃうかなーっていう感じはした。で、その他にね、完品の DS ライトが2台と、あと初期のね、ゲームボーイ。これはね、両方ともお値段がね、2200円だったんで、ちょっとお高いから購入しませんでした。あとはファミリートレーナーとか、ファミコンだとか。あとは以前からある、薄型のプレイステ、Xbox、プレイステ3とか、スーパーファミコンとかね。いろいろあった中で、私はね、今回これをちょっと購入してきたんで、紹介していこうと思います。まずね、そのあるカードをね、購入してきたんですけど、これじゃないっすよ。これはちょっと、ちょっと関連があるんで、ちょっと出してはいるんですけど、これです。まずはね、これ。こちら。セガサターンのコントローラーなんですけど、ちょっとね、焼けはあるね。色が白っぽいやつなんでね。ただお値段が110円で、このね、十字キーとかボタンの具合をね、試してみたところ、問題ないかなと思って、110円ならいいかなっていうところでね、ちょっとね、購入してきました。こちらね。はい。よいしょ。続きましてが、こちらです。セガサターンのコントローラーね、2個あったのよ。で、こっちもね、お値段が110円。で、状態も触った感じでいくとかなと思って。110円ならどっちにしても持ってていいかなと思ってね、ちょっと購入しました。焼けの問題なのか。でもね、ちょっとね、気になるのがこのコードの色が違うのよ。これはちょっと薄いグレーっぽいんだけど、こっちは濃いグレーなのね。落ちちゃいそうだな。他のところは一緒なんで、若干型番じゃないけど、発売時期がちょっと違うのかわからないんですけど、ほら、色が違うでしょ。こういうのをちょっと今帰ってから気づいたんですけど、
110円ならいいかなってところでね、購入しました。でね、もう一個購入しているのがこちらでございます。はい、セガサターン本体をね、購入しました。セガサターンはね、割りかしできるよっていう話は聞いてはいたんだけど、まあこのコントローラーを買うにあたってね、コントローラーの状態を見ると、まあ大丈夫かなというところと、なんかちょっとね、テンションが上がってたのよね。普段であればね、まあ大した金額じゃないんです。まあお値段ちょっと見せますね。はい。お値段にも本体のみってことで、550円。多分この値段はね、私たまに見るんですけど、まあ買わないんですよ。やっぱりジャンクなんでちょっと怖いんでね。で、特別ここもね、何も書いてないの。未チェック品も書いてないし、何も書いてない。本体のみって書いてるだけ。起動しましたとか、電源入りましたかとかっていうのが全くなかったのね。で、今思えばね、電源入るかどうかはチェックしておけばよかったかなとね、今、本当に今思いましたけども、まあなんかね、なんかテンション上がってたねな。なんかハードがいっぱいあったからかな。で、ちょっとね、購入してきました。で、一応ね、まあせっかくなんで起動チェックをちょっとやってみようかなと思って、まあ私持ってるのはね、こちらの、よいしょ。はい、まあ V サターンなんですけど、まあこの中にね、まあケーブル類ね、電源から、そういったものが入ってるんで、ここからちょっと取り出して起動チェックをね、してみようと、そういうふうに思っております。なんだっけな、4メガのね、バックアップのカートリッジあるでしょ、サターンの。それもあったんだけど、それはね、2750円ぐらいしたんだよね。一番高いっていうね。まあ、早速ちょっとね、試していきたいんだけど、どうかな。はい、ってことでね、電源の方をちょっと入れていこうと思いますね。まあ、せめて電源入ってくれないとね、電源入んなかったら、なんか、電源が入るかどうかのチェックだけはしてこいよって言われそうなんでね。じゃあちょっと早速ね、電源ポンしますね。まだ何にも入ってない状態です。電源オン。あ、大丈夫そうだね。なんか結構早めに立ち上がったね。お、セガサターン。初めてのセガサターン。CD が入っていません。よし、じゃあちょっとディスクを入れてみようかな。読み込むかな？それがちょっと心配なんだよな。これ遊びます。早急グレン隊。いきなり。よし。さ、どうかな？遊べるかな？はい、これは何すりゃいいんだ？あ、これ今チェックしてるのか。だからゲームをスタートすりゃいいんだね。CD チェック中。あ、ゲームスタートってなりましたね。じゃあ、とりあえずスタートしてみます。スタート。コントローラーが使えるかっていうのもね。音は特別に大丈夫だね。読み込みが悪いとかってわけはなさそう。動きそうかな？いけそうかな？変な音とか鳴ってないからね。あ、ビビった。なんか変な画面が出たからびっくりしたわ。よし、じゃあちょっとコントローラーも含めてチェックしていこうと思います。発信設定も発信理由はよくわかんないんで。お、女の子の方がいいかな。これでも何人いるの？あ、この子でいこう。さあ、コントローラーどうでしょう。コントローラーの操作方法がわかんない。2051年。30年後か。あ、今日9月4日なのよ。日曜日。30年後。まあいいか。ちょっとやってみますね。あ、じゃあ私が今スタートしただけだ。じゃ、これも音が鳴るってことは動いてはいそうだな。
LR はこれ電車になってんだね。あ、大丈夫、動きます。動いてる。あ、なんかボムとかいろいろ使ってるな。これって起動チェックさえしてないのかな、このゲーム。ここ P っていうのを取ってみよう。もうボムがないのかな。ちょっと時間見ながらやろう。もう一個コントローラーを試したいんだ。これでボムが使えるね。お、なんかこの暗闇に潜む。あ、取り逃したよ。まあいいや、ちょっとね、じゃあもう一個のコントローラーの起動チェックしようと思います。